はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけども、久々にね、サックスのお話でございますね。久々に持ったなっていう感じですよね、この動画の中ではね。はい、というわけでね、まあ今日ね、サックスの話なんですけれども、何を話するかなんですけれども、早弾きでございますね。こう指を早く動かすやつね。はい、でね、そのね、ポイントについて私は2つあると思ってます。はい、なのでこの2つのポイントをですね、まあ、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思うんですけれども、まず1つ目、技術面でございますね。はい、技術面なんですけれども、まあ技術面つってもね、そんな大したことじゃないんですよ。このね、指を動かすときにね、どういうことをね、意識してるかっていうことなんですけども、まずね、1つ目はね、力加減です。はい、力加減なんですけどね、ほらこれさ、押すでしょ、そんな動かないじゃん、はっきり言って。でこれそんなに力いらないんですよ。で結構ね、なんかね、サックスをね、構えた途端にね、こうね、なんかすごいね、こうね、ガーってなんかね、すごい力入っちゃう人っているんですけども、それはね、はっきり言ってあんま良くないんだよね。力入っちゃうとね、早く動かないから、もう力ずくでね、もうすごい筋肉もりもりな人がね、うわーって力技でやるんだったら、まあそれは別にね、動きゃいいんですけど、まあ普通の人はね、あんまそうじゃないからね。で力が入りすぎるとね、スムーズじゃなくなっちゃうんで、まあそこはね、ちょっと気をつけていただきたいんですけど、で、分かりやすいね、力加減なんですけども、パソコンのキーボードあるでしょね、ほら、カチャ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 カあんな感じでね、こうやってね、カチカチカチって動かします。で、ね、距離感なんですけど、距離感もね、このね、パソコンのキーボード、まあ、最近ノートパソコン使ってる人多いからあれかもしれないですけど、なんかほら、デスクトップのキーボードとさ、このサックスのキーボード、サックスのキーボードじゃねえや、まあキーボードって言ったらキーボードだけど、サックスのキーもさ、大体似たような感じのさ、高さでしょ。だからね、指を普通にパソコンのキーボードに置いてカチ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 ってその押す感じに非常にね、力加減は近いと思います。はい、でね、私の場合はね、ちょっとね、指が長いんで、構えた時にね、こんな感じなんですよ。そう、ね、指のね、腹でね、このキーを押さえないんですよ。だからね、ちょっとね、長めなんですよ。だからね、第一関節と第二関節の間ぐらいでこうやってね、こうキーを押さえてるんですよね。そう、でそれでパソコンのキーボードをね、こう触るのと同じような感じで、やってるんですよね。こんな感じ。そうね、こっちもね、ほら似たような感じでしょ。で吹くとね、ね、あんまりね、上げない。で、よく言われるのがですね、サックスを吹いてるときにすごく指が離れてしまってるんですけれどもっていうね、まあそれはね、どうやったら治りますか。はい、まあね、力入りすぎとしかね、多分ね、言いようがないんですよね。だからね、俺はね、よくわかんないんですよ。こうなっちゃうってことでしょ。こうなるってことは、このね、離そうとするね、すごい力がね、多分ね、働いてるんですよ。やっぱりキーを離さなきゃみたいなね。そうだね、あんまね、そういう風にね、感じることないんじゃないかなと思うんですよね。だからね、構えた時にもう自然とキーが手の上に乗ってるぐらいな感じで、パソコンの、キーボードをこう触るのと同じような感じで、カチ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 っていう風にね、でもやってあげるぐらいの力加減がまあいいんじゃないかなっていう風に思います。でそうするとね、まあいろいろね、動くようになってくるんですけども、まあ動かしやすい。だってね、押さえるか離すかだけなんですよ、はっきり言ってね。だからね、まあだいぶ楽になるんじゃないかなというふうに思います。なので自然と構えた時にもう指がもう何キーについてるね、それぐらいで押す離す押す離すぐらいのね、そんな感じがいいと思います。で離した時にさ、だってパソコンのキーボードを使う時にさ、こんなふうにするこんなふうにするってさ、やる人いないでしょね。だって普通にみんなカチ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 ってやるでしょ。あんな感じでいいと思うんですよ。なのでね、まあね、ちょっとね、力入っちゃうんですけどっていう人はね、ぜひね、そういう意識をやってみてください。サックスだからって言ってね、別になんか特別にね、なんかそんな気にし、なんかこう、いや、しっかりやんなきゃみたいなさ、ことやんなくていいんですよ。別に普通にね、自然に動かせばいいんです。はい。なのでね、パソコンのキーボードはみんな自然に使ってると思うんで、まあぜひね、サックスでも同じように試してもらえればというふうに思います。で、トレーニングなんですけれども、まあ、どういったトレーニングをするかっていうとですね、基本的にはクロマチックスケールですね。はい、レから始めて2オクターブ上のレまで、上げていくっていうね、そういうやつね。で、まあ、こんな感じね。
まあ、こんな感じでね、こう半音階でずっとこうやって練習してるんですね。うん、だからそういうねトレーニングをね、あの、まあ、1日の最初のね、ウォーミングアップの時にね、入れてあげるといいと思います。でその時にね、あんまりねこうやって指が離れないようにね、まあ、もし鏡なんかがあるようだったら、まあ、鏡見ながらでもいいですし、まあね、自分でね動画撮って投稿しようというんだったらね、それをね投稿していただいていいと思います。クロマチックスケールを練習してみたっていうですね、そういったね企画になると思うんでねはい。で、2つ目のね、ポイントなんですけども、まあ、基本的には意識の問題です。はい。で、あのね、心で思ってる音がそのままね、もう指でね、すぐ再現できるっていうね、その状態を作らなきゃいけないんですね。で、あのね、指だけでね、早く動かそうとしちゃうと、まあ、手癖でね、いくらでも早く動いちゃうんですよ。だからね、そうするとね、なんて言うんだろう、意味のない音になっちゃうんで、そのね、意味の音にするためにそのね、心の中でね、その音を出さなきゃいけない、その音を出すんだっていうね、意識を必ず持つことなんですよね。で、それがね、どん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 速くなってる。だから例えば速いフレーズを吹くときに、その速いフレーズの音があったらもうそれは覚えちゃうね。で、このね、ドゥルルルルとかっていうね、そういうのがあれば、そういうそれをね、もう心の中でね、しっかり覚えちゃう。で、それがあの、その音を出すぞ、そのフレーズを吹くぞっていう時に、その一音一音がしっかり鳴ってるものをそのまま指で伝えてあげるっていう、ね、そういうところが大事ですね。うん、なので例えばね、シンメジャーのスケールで、ああ、これちょっと持ちにくいんだけど、とかね、まあ、こういうこともまあありだと思うんですけども、基本的にはそういうね、何でもこう心の中でこうう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 っていうね、それね、もう一つのね、流れっていうかね、その音を吹くぞっていう意識を必ず持つことで、それをね頭の中で考えて、ドシラソラファソラシドレミとかってこうやっていろいろ考えちゃうと、もうね頭の中で考えてるものを手に伝えるのってすっごいね遅いんですよ、実は。だからもうね、心の中でふと思ってるものがもうそのまま指で再現できるっていうね、そういったことをね、トレーニングしてもらえればいいなっていうふうに思います。で、まあね、なんていうの、例えば吹奏楽なんかやってる人でそのフレーズがあったら、そういうところをね、まあ、重点的に練習してもいいと思うんですけども、あくまでもやっぱり心の中でもう思ってる音がそのままもうすぐ指で再現できる、もう 0.000 何秒の世界なんですけど、まあ、そこまでね、こうトレーニングしていけばいいと思います。で、そのトレーニングの方法なんですけども、前さ、究極のスケール練習法ってやったでしょ。で、まあ、見てない人はね、この上のカードか下のね、概要欄からちょっと見てもらえればいいと思うんですけども、そういったトレーニングをねしていけばいいと思います。で、心の中で思っているその音をそのままね、そのスケールの中で再現していく。例えば何、例えば F メジャーのスケールで言うんだったら、もう実音ね、コンサート聴いての F メジャーで言うんだったら、これが F メジャーのスケールでしょ。今ちょっとクロマチックでアプローチ入れちゃったけどまあね、そんな感じでね、心の中で思っている音をそのまますぐ指で再現できるっていうね、そういったね、トレーニングをちょっとしていけばね、いいと思います。なので、ポイントは2つ、1つ目は力加減、パソコンのねキーボードを押さえるのとね、こう同じぐらいの力加減で、で、例えばね、エアサックスみたいな感じでやってもいいんですけど、そういう時も同じです。もうこれぐらい、もういやー、もうほんとこれぐらい、こうやってね、それぐらいの力加減でございます。はい。で、2つ目、必ずその速いフレーズを、再現するための、心の準備をしっかりするということですね。心の中で思った音をそのまま、こう出すトレーニング。そうするとね、やっぱね、頭の中で考えて、あ、次なんだっけとかって思うと、そこで止まっちゃったりだとか、もうね、どん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 ね、遅くなっていっちゃうんで、そのね、心で思ってるものをそのまま指で再現する。そのね、2つ目のね、トレーニング。その2つがですね、私はね、重要なポイントだと思います。はい。というわけでね、まあ、今回のね、動画なんですけれども、まあ、サックスのお話でね、早弾き、指をね、早く動かすためのポイント2つ、こちらをね、お話しさせていただきました。いかがでございましたでしょうか。役に立ったと思ったらね、ぜひ高評価、またチャンネル登録もですね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。